下通り八角形のこの部分がこの模様になる折り方の説明をします。白い方を上にしておき、三角に二つに折ります。三角に半分に折ります。広げ、向きを変えてもう一度三角に半分に折ります。広げます。今つけた折り筋に合わせてこのように折ります。紙の方向を変えてこの線に向かってこのように折ります。ビーズで説明すると、黒色の対角線に向けて斜めに折っていきます。この動作を残り全部の折り筋に合わせて同じように折っていきます。このような折り線がつくように折っていきます。広げます。茶筒折りはこの折り筋をしっかりつけることで最後に畳んでいくときに畳みやすくなるので、しっかり折り線をつけてください。広げます。次はこちらです。これで全てのこの対角線に対してこのように折り筋をつけました。この写真は残りの3つ全てを折った後の折り筋になります。カラフルの線と黒の線と全て折り線がついていることをここで確認してください。そして次は四角に半分に折ります。広げ、紙の向きを変え、もう一度四角に半分折ります。広げます。そして畳んでいきます。まずここの線をこのように立て、この真ん中を分かりやすいように線を引きます。この線を引いた部分に折り筋が入っていると思いますが、この部分をこのようにつまみ、このつけた斜めの線を立てていきます。しっかりと折り筋がついているので自然に立ちます。そしてこの部分を手前左へ折ります。次いきます。少し広げて、次は
この部分を立てます。そして倒すとこのようになります。この三角は右へ倒します。この動作を繰り返します。次はこの点をここへ持っていくんですけども、その時に見る線は少し開けて、この線を立てます。そしてこの頂点をここへ持っていくように、この線を立てながらここをギュッと押さえるとここが上がってきますので、これをこのまま倒します。そうするとさっき言ったようにここの頂点がここへ行くようになります。向きを変えます。次はこの線です。立てて、この線をつけた折り線のところをこのように立てて、この三角を右側へ倒します。次はこの頂点をここへ持っていきますが、立てる線は少し広げてここです。この部分を広げ、この折り筋に合わせて折っていき、ここがこのようになるので、ここを線つけて左側へ倒します。で、向きを変え、次はこちらも少し広げてここを開け、次の線はここになります。今のこの線を立ててギュッと折っていきます。そうするとここが自然と上がってきますので、このまま右へ倒します。次いきます。ここを広げ、次の部分はここになります。いきます。この部分を広げ、ここの折り筋に合わせてこのように折っていきます。そしてこちらへ倒します。そうすると一周しましたので最初につけた線が見えています。一度広げ、この線に合わせて折ります。そうするとこのような形が出来上がります。そして次はこの部分をこの線に合わせて折ります。次はこちら行きます。この線に合わせてこのように折ります。次は上に行きます。向きを少し変えてこの真ん中に合わせて折ります。最後も同じようにこの線に合わせて折ります。そして最後折り込んでいきます。一度広げて一つ目折ったら次右へ右へ右へと倒し、
最後の部分を最初のここの中へ入れてください。これで八角形の多頭折りの完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。